エフルカップ2019から2020は2019年8月5日から2020年3月1日の期間に開催された通算60回目のエフルカップ。マンチェスターシティが3大会連続7回目の優勝を達成した。組み合わせ抽選会は2019年6月16日に行われた。このラウンドからはチャンピオンシップの22クラブ、 リーグ1の全24クラブ、リーグ2の全24クラブの合計70クラブが参加する。なお、チーム名横のカッコ内の数字は所属するディビジョンを表す。組み合わせ抽選会は2019年8月13日に行われた。このラウンドからは、1回戦に勝利した35クラブに、加え、UEFA チャンピオンズリーグ UEFA、ヨーロッパリーグに参加しない。 プレミアリーグの13クラブ、チャンピオンシップの2クラブが参加する。ブリストルローバーズ V ブライトンホーブ、アルビオンバートンアルビオン V モアカムカーディフシティ V、ルートンタウンクローリータウン V のリッチシティクルー、アレクサンドラ V アストンビラクリスタル、パレス V コルチェスターユナイテッドフラム V サウサンプトン、リーズユナイテッド V ストークシティニューポートカウンティ V、ウェストハム、 ユナイテッド・ノッティング・アム・フォレスト・ v ダービー・カウンティ、オックスフォード・ユナイテッド・ v ミルウォール・プリマス・アーガイル、v レディング・プレストン・ロース・エンド・ v ハルシティ・ロッチデール、v カーライル・ユナイテッド・シェフィールド・ユナイテッド・ v ブラック、バーン・ローバーズ・サウス・エンド・ユナイテッド・ v ミルトン・キーンズ、ドンズ、ワトフォード・ v コベントリー・シティ・ボーン・マス・ v フォレスト・グリーン、ローバーツ・バーンリーヴィ・サンダーーランンンドリカシティ v エバートン・ニューカッスル・ユナイテッド・ V レイスター・シティ・クイーンズ、パーク・レンジャーズ・ V ポーツマス・ロザラム、ユナイテッド・ V シェフィールド・ウェンズ・デイ・ス・オン・ジー、シティ・ V ケンブリッジ・ユナイテッド・クリムズ・ビー・タウン・ V、マクルズ・フィールド・タウン組み合わせ抽選会は2019年8月28日に行われた。このラウンドからは、2回戦に勝利した25クラブに、加え、UEFA チャンピオンズリーグ・ UEFA、 ヨーロッパリーグに参加する。プレミアリーグの7クラブが参加する。アーセナル V ノッティンガムフォレストコルチェスターユナイテッド、V トッテナムホットスパークローリータウン V ストークシティ、ルートン、タウン V レスターシティポーツマス V サウサンプトンプレストン、ノースエンド V マンチェスターシティシェフィールドウェンズデ V、エバートンワトフォード V スボンジーシティブライトンホーブ、アルビオン V アストンベラバートンアルビオン V ボーンマス。 チェルシー V、グリムズビータウンミルトン・キーンズ・ドンズ、V リバプール・オックスフォード・ユナイテッド V ・ウェストハム、ユナイテッド・シェフィールド・ユナイテッド V ・サンダーランド、ウルバーハンプトン、ワンダラーズ V ・レディング・マンチェスター・ユナイテッド V ・ロッチ、デール組み合わせ抽選会は2019年9月25日に行われた。バートン・アルビオン V ・レスター・シティ・クローリー、タウン V ・コルチェスター・ユナイテッドエバートン V はトフォード。 マンチェスターシティ v サウサンプトンオックスフォードユナイテッド v サンダーランドリバプール v アーセナルアストンビラ v リバーハンプトンワンダラーズチェルシー v マンチェスターユナイテッド組み合わせ抽選会は2019年10月31日に行われたアストンビラ v リバプールオックスフォードユナイテッド v マンチェスターシティエバートン v レスターシティマンチェスターユナイテッド v コルチェスターユナイテッド 組み合わせ抽選会は2019年12月18日に行われた。マンチェスターユナイテッド V マンチェスターシティレスターシティ V アストンビラアストンビラ V レスターシティ2試合合計スコア3から2でアストンビラが決勝進出マンチェスターシティ V マンチェスターユナイテッド2試合合合合計スコア3から2でマンチェスターシティが決勝進出アストンビラ V マンチェスターシティありがとうございます。